皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、うまくいっているのは誰かのおかげということについてお話ししたいと思います。これはですね、まず、冒頭に自分の人生を振り返って反省論っていうところでね、お話をするんですけれども、若かりし頃の私はですね、会社の中でも、なるべく早く仕事を覚えて、お客さんの役に立ってっていうことは あったんですけれども、やはりそうですね、マネージャーとか上司とか出世は別に望んでなかったんですけど、単純に認められたいとか褒められたいっていう気持ちはおそらくあったと思います。それによって頑張ってやると、当たり前ですけど評価はされるし、でどんどん役職もついてって上に行ってっていうことで、役職自体には別に興味はなかったんですけれども、認めてもらえるっていうことが嬉しかった、承認欲求はあったんだと思うんですよね。そうするとどういう状態の自分の精神状態になるかっていうと、もちろん努力はしてるんですよ。努力はしてるんだけれども、自分の努力で自分がこうなったっていう気持ちの方が強くなってしまって、感謝っていう心を少しどこかに置いてきてたような時期がありました。でやはりそうするとですね、周りの人っていうのは、もちろん応援してくれる人もいるんですけれども、中にはやっぱ嫉妬とか、そういう部分でね、落とし入れようとする人みたいな人も出てきちゃったりして、やはりそれは自分の心の中でですね、自分が今そういう状態にいるのは誰かが、私のことをね、引き立ててくれてるっていう人も当然いるし、それが上司なのか部下なのかっていうのは別としても、誰かのおかげっていう感謝の心を忘れていたがゆえに、ちょっと人間関係がうまくいかなくなるような、雰囲気を味わったことが会社員時代ありました。自営業になってからは、なるべくそんなあたりの自我とかをなるべく強調しないようには生きてはきてはいるんですけれども、それでも、今はだいぶね、年齢も重ねてきたんで大丈夫になったんですけれども、その感謝の心っていうのはどうしても忘れがちになるところがあります。頑張れば頑張るタイプの人ほど自分の力でこうなったんだっていうふうに思いがちです。で私ももちろん努力をするタイプの人間です。ただ例えばその努力をできる環境はどういう状態で作られているのかとか、やはり人は一人で生きていけないので、誰かの助けがあったりとか応援がね、見えないところでもあって、そういう自分がいるんだっていうのはやっぱり忘れちゃいけないなっていうふうに思っています。だから例えば何かで成功してうまくなっても、うまくいっていたとしても尊大になってはいけない、謙虚でなくてはいけないっていうのは感じることとかは非常に多いです。だから例えばコンサルをねしてて、家族、旦那さんとかが多いのかな、の批判とか愚痴を言う方とかもいらっしゃいます。で私も一時期そういった感情を旦那に抱いたこともあるので、それは人間としてあり得る感情だなっていうのは理解はできています。ただ、今そういうふうにね、仕事ができる環境をそもそも作れているっていう状態は、やはり感謝するべき幸せな状態であるっていうことに気づかないと、それが失って初めて気づくことになっちゃうので、そうなるのはね、非常にもったいないなというふうに思ってます。だから必ず自分が今いるこの環境を作ってくれている誰かに感謝をするということは忘れてはいけないと思っています。それがたとえ反面教師だったとしてもです。私で言うと私の父が反面教師で、ただあの人がそういう反面教師的な生き方をしているのを見せてくれていたおかげで、私は
反対の方向に道を歩くっていうことを決めたので今の状態があるっていうことなんで、そういう意味では違う意味では感謝しなくてはいけないなっていうふうに思ってます。だから何か今の自分の状況に満足な点があったりとか、こんなはずじゃなかったのにと思った時には、今一度誰かによって今の自分はちゃんと作られてないかっていうことを探してみる、振り返ってみる、立ち返ってみるっていう、そういう時間を持つっていうのは大事なことなんじゃないのかなっていうふうに思っています。それでは。